皆様こんにちは、田斎康子と申します。この度は徳間ジャパンさんの50周年記念のイベントにお招きをいただきましてありがとうございます。普段は演歌歌謡曲のジャンルのスタジオボーカルのお仕事を中心にイベントやライブの活動などもさせていただいております。この度機会をいただきました演目は、歌謡浪曲の岸壁の母を、ピアノの演奏、で歌わせていただくという、新しい試みなんですけれども、ほとんどピアノの即興の演奏に歌を乗せさせていただくという、とても斬新というか、もうまだ未知な感じの作品になると思います。私も今からとても、ドキドキしながら、またどんな声を引き出していただけるのか、ワクワクいたしております。共演させていただくピアニストの、松岡美也子さんとは今回初めてご一緒させていただくんですけれども、とても魅力的な方で、今からご一緒させていただくのを楽しみにいたしております。私にとっても今年は、節目を迎える年になりますので、この新しい企画、頑張って、挑戦させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、皆様、2015年2月13日、渋谷の伝承ホールでお会いいたしましょう。よろしくお願いいたします。